ガンマアミノラク酸ギャバ受容体作動薬、または、ギャバアゴニストは、ギャバ受容体の作用を刺激、または増加させる薬物で、通常は鎮静作用を持つほか、抗不安作用、抗経連作用、筋弛緩作用等を持つこともある薬物である。ガンマアミノラク酸の受容体は3種類ある。ガバー受容体及びガバ老受容体の2種類は、 神経細胞の興奮性を低下させる、塩化物イオンが透過する、イオンチャネルである。ギャバブ受容体は、アデニル酸シュクラーゼを阻害し、感情アデノシン一ン酸を減少させる、G タンパク質強薬受容体に属する。ガバーお及びガバーロー受容体は、鎮静作用、催眠作用、後継連作用を示し、ギャバブ受容体は鎮静作用をもたらす。 さらに、遺伝子の転写を変化させる。ギャバ受容体に作用する、一般的な鎮静薬や、抗不安薬の多くは、作動薬ではない。これらの薬剤は、陽性アロステリック調節薬として作用し、ギャバ受容体に結合するものの、受容体のアロステリック部位に結合し、実際の作動薬が存在しないと、ニューロンからの反応を誘発することができない。 このクラスの薬剤は、作動薬の効果を増強することで、薬力学的作用を発揮する。ほとんどの全身麻酔薬は、ガバ受容体のパムである。陽性アロステリック調節薬は、作動薬が、GABA 受容体の本来の受容部位に結合した時に、塩化物チャンネルが開く頻度を増加させることで作用する。その結果、 シナプス後の神経細胞内の CL イオンの濃度が増加すると、直ちにこの神経細胞が過分局され、興奮し難くなるため、活動デニが発生する、可能性が抑制される。しかし、プロポフォールのような一部の全身麻酔薬や、高容量のバルビツールサンジオは、ガバー受容体の陽性アロステリック調節薬である、だけでなく、 これらの受容体の直接的な作動薬でもある可能性がある。アルコールは間接的なギャバ作動薬である。ギャバは脳内の主要な抑制性神経伝達物質であり、ギャバ様薬剤は痙攣の抑制に用いられる。アルコールは脳内でギャバの作用を模倣し、ギャバ受容体に結合して神経細胞のシグナル伝達を抑制すると考えられている。 ありがとうございます。